はい、お待たせいたしました。京商株式会社京さん地元チャレンジ第3弾 in WML パート3です。ノーミスクラス予選第1ラウンド第1組に参加いたします。さあ4台走行のスタンガースタート間もなくスタートです。スタート3番スタート2番スタート3番スタート4番スタート。さあ4台綺麗なスタートとなりました。ノーミスクラス予選第1ラウンド第2組。さあまず1周目4台が通過しまして、現在ちょっとミスがありましたね。トップは2周目から順位が変わるよ。さあトップは小野田選手。さあアドバンポルシェが現在黒赤のマシンが現在トップ。2番手紺色のホンダ NSX 阿部選手が2番手。3番手に梅村選手黄色のホンダの T1GTR。4番手にブルーメダル伊藤選手。さあトップ小野田選手黒赤のポルシェ911。さあミニッツのオートスケールというところの非常にレアなボディ、プリといわれるアロハのボディでありますが、現在堂々の外の2番手阿部選手が候補を迫ります。さあその差 0.1 秒差だ。さあ太田と阿部スタートのタイミングが違いますが 0.1 秒差、残り45秒です。残り45秒、3分間周回です。さあ後半戦に入っているトップ阿部選手黒赤のマシン、そして続いていて続いて、さあトップこれで入れ替わったか。さあ阿部選手がどうだった。さあ紺色の NSX、 さあ現行 NSX 現在の走行阿部選手2番手大田選手3番手梅村選手4番手内田選手。さあレースは残ったところ、おっと阿部をミス。さあこれで太田阿部入れ替わった。さあ太田が再びトップ、2番手阿部3番手梅村4番手内田。ラスト10秒です。ラスト10秒、さあゴールのポールを受けるまで走ってくださいね。各番号さあここで時計の人形がしましたが、もう一周ですね。3番ゴール、1番ゴール、2番。さあレース中ドライバー動かないでくださいね。電車ゴールのホールが生まれてドライバー動かないでください。はい、電車ゴールです。トップは太田選手10ラップ2分7秒14。そして阿部選手が2で同じく2分7秒41でした。熾烈なトップ争いでした。さあ、では、少々お待ちくださいね。続きまして、第2組の方、ご準備してお待ちください。では、参りたいと思います。ノーミスクラス予選第1ラウンド第2組、まもなくスタートです。さあ、落ち着いてまいりましょう。まもなくスタート。スタート、3秒前。あ、大丈夫、そこからでいい、そこからでいいですよ。1番スタート、待ってください。2番スタート、3番スタート。さあ、スタッカーホルシュによる予選レース2分間参加します。アンダーゲームクラスを対応してきたのは2つ、2番手の岡選手、3番手の浜選手。さあ、後ろの順位の2周目、トップを走るのが本日3つ初スタッカーの松浦選手、白いタオルを投げると。そして後方を迫るのは栄光レジンのマスラーレンジマスキャラとか。さあこれでトップ方が、さあトップこれで太田光平選手、2番手に玉川選手、3番手マスラー選手のレースを。さあ序盤の前半戦の1分が経過しようというところ。さあ現在トップは栄光レジンに黒のマシン、レースはフラッシュは不機能ですね。一切禁止なっている。フラッシュを回避するのもレースのスキル。さあレースは残り45秒です。残り45秒、トップ岡光平選手はこれで抜けている展開になった。蛍光オレンジに黒のマスラーレンジマジキュアリとか。トップ岡光平選手、2番手玉岡選手、3番手マスラー選手。さあ残りが30秒です。さあ、堀田光平選手、トップ2番手、3
2秒差。マンカーで松浦選手が2位、田中選手の差は 4.2 秒。さあ、これ本田康平さんの方が 0.2 秒だ。さあ、残すところ、まもなく10秒。さあ、トップ、本田選手、2番手、田中選手。さあ、この瞬間はどうなるか。0.2 秒差。おっと、さあ、これ、遅れ方か。さあ、ゴールのポールを受けるまで走ってきてくださいね。はい、電車ゴールです。これは玉岡選手、9ラップ2分3秒2です。さあ、第2組に終了しまして、第3組の方、はい、エントリーさんをお願いいたします。それでは参りたいと思います。ノービスクラス予選第1ラウンド第3組スタートいたします。アスタッカーボールのまもなくスタートで落ち着いてまいりましょう。スタート3秒前、1番スタート、2番スタート、3番スタート。さあ、落ち着いたスタートとなりました。ノービスクラス予選第1ラウンド第3組、まずは3社オープニングラップで揃いまして、トップがもう2番手、ホッタ3番手、今村。さあ、いやいや、もう互い、お互いなくですね、スタッカーポイントの場合は、後方から追いついた車が優先となります。まあ、各自個人のタイプトライアル。ね、バトルすごいですね。ただ前に行かせたら早く進んだよと思うよね。さあ、残り間もなく1分となります。2分間で帰れず前半で1分が経過しました。ただまあそういうこともありますけどね。そうそう、ついてついて、そう、こういうシチュエーションもありますね。さあ、これ一番得してるのは今村選手ですね、これね。一番得してますよ。さあ、現在トップは堀田選手、2番手今村選手、3番手加納選手のレースだ。さあ、堀田選手が現在2秒リードしております。さあ、レースは残り30秒です。残り30秒。あ、全然もう今村選手の初参加とは思えない落ち着いたドライビング。さあ、現在トップは堀田選手、青白マシンですね。2番手に今村選手、白マシン、3番手加納選手、赤いマシン。残りはまもなく15秒です。残り10秒のコール、残り10秒のコール。ラストラップとなるかもう一周か、もう一周ですね、おそらくもう一周でしょう。タイヤアップ。もう一周、もう一周。さあ、もう一周。カモ選手ゴール。さあ、レース走行中、レース走行中。さあ、落ち着いて最終ラップ帰ってきて。あ、ナイスレース。電車ゴールです。はい、では続きまして、第4組の方、1番方からエントリーですよ。さあ、ご準備の方よろしいですか。プロと表で間違えてませんか。まずノービスチャレンジになります。ということですね。では参りたいと思います。ノービスクラス予選第1ラウンド第4組に入荷する大変スタンカー方式によるスタートです。さあ、落ち着いてまいりましょう。スタート、3秒前、1番スタート、2番スタート、3番スタート。さあ、オープンジャンプ、落ち着いて、とにかく落ち着いて、生かしちゃいましょう、生かしちゃいましょう。大丈夫ですよ、落ち着いて。ただただ2分間、新しく走る練習だので。さあ、序盤30秒が経過しました。さあ、じゃあ3周目に入ってくる。マスクで、あまちゃんお願いします。はい、ありがとうございます。大丈夫ですよ、落ち着いていきましょう。
さあ、トップは神谷選手、2番手、高橋選手、3番手、平井選手。大丈夫ですよ。レースは絡むのは当たり前ですけど、それをいかに対処するかが、レースのテクニックです。さあ、残り1分です。残り1分。トップ、神谷、2番手、高橋、3番手、平井。さあ、トップ、神谷選手が、アメリカンな、ガラチチャレンジャー。はい、ですね、そして2番手にこちらのジャッジチャレンジャー、青に赤いオーセントルーフトランクのマシン。さあ、1位2位はジャッジチャレンジャーとしてバトルになっている 1.9 秒だ。3番手には初参加の白井です。あっ、トモさん、カミヤ、これは1対1だ。さあ、残り30秒です、残り30秒。さあ、トップはゆかりがあるかどうか。さあ、この集で、いや、まだ余裕、0.1 秒だ。さあ、神谷 VS 佐々木、ジャッジチャレンジャーバトルは0.1秒となっている。レースの方は残り10秒、ラスト2周というところでしょうか。もう1周入れるか。さあ、間もなく2分経過いたします。さあ、もう1周ありますよ。さあ、レース続行中。いやいや、行かせるのも難しいですね。自分も難しいですよね。見に行きたい、難しいから。さあ、ゴールです。ゴール、もう一周。はい、停車ゴールです。ゴールは赤木選手、中ラスト12秒1秒0.2秒です。さあ、以上にて、ノービスクラス予選第1ラウンド終了しますので、インターバル3分間です。続いて GP6 クラス予選第1ラウンドへ参ります。はい、よろしいですか。はい、では参りたいと思います。続きまして、代表しております、表彰株式会社協賛地元チャレンジ第3弾に WML パート3 GP6 クラス予選第1ラウンド第1組スタートです。さあ、続きまして GP6 クラス予選第1ラウンドへ参りたいと思います。スタート3秒前。1番スタート、2番スタート、3番スタート、4番スタート。さあ、各社4台スタートを切りました。さあ、トップじゃない、1番スタートの電飾のフォルクスワーゲンビートル。あ、先生、そんなにアルカリティ使用して大丈夫だろうか。さあ、アルカリマンパック買ってきて、練習走行予選2回決勝と走り切ります。 WML のモチャレンジ、序盤の30秒が経過しました。さあ、各社3周目の状態で現在トップ浮谷選手、2番手松山選手、3番手松山選手、4番手水越選手のレースを。さあ、まもなく前半戦が経過しようというところ、トップ浮谷選手がブルーメダリストのマシン、トヨタ GR クーラー。2番手、さあ、これでトップ入れ替わったか。さあ、トップ入れ替わった。トップはこれで電飾フォルクスワーゲンビートのマス選手だ。2番手浮谷選手の差は0.1秒、そして浮谷選手、片山選手は0.02秒差。さあ、この周回で入れ替わりなのか。いや、変わらず0.0。さあ、これで水越選手2番手。さあ、水越選手が2番手浮上している。さあ、一気に2台を5号機、順位のトップまで2番手、2号、3番手、片山、4番手、浮谷。さあ、レースは残り30秒です。さあ、トップは電飾のフォルクスワーゲンビートル、松井選手。2番手に上がってきた水越選手は白、蛍光イエローの日産 GTR。3番手はどうか。いや、これ2番手も入れ替わりだったか。さあ、勝つ水越、浮谷の234、これぞれ0.1秒だ。さあ、まもなく2分経過となる。さあ、ここで2分経過、もう1周はどうか。1番、ゴール。2番、ゴール。3番、ゴール。はい、停車ゴールです。トップは松井選手、9ラップ2分3秒92。少々お待ちください。さあ、それではご準備されるんですか。プロのモデル間違えてますか。では参りたいと思います。GP6 クラス予選第1ラウンド第2組、2分間スタートいたします。スタートスタート。
가보든요. 아고 마모나크 스타트합니다. 스타트 3秒前. 1번 스타트, 2번 스타트, 3번 스타트, 4번 스타트. さあ各社4台一斉のスタートになりました。中央のオーマーが大きくラップ。青いヒーローのマシンは阿部選手の、白いヒーローのマシンが川本選手、白のマシンが堀田コーチ。さあこちら3周目に突入していく。 順位の方を見てまいりましょう。トップは阿部選手、2番手堀田浩平選手、3番手加茂選手、4番手堀田浩平選手。トップは阿部選手がこだわりの本田です。あっ、通った。さあ、少しがあった。そしてポーズが通った。適当に振り返って、そういうこともある。さあ、残り1分となります。残り1分となります。あ、2分間周回です。半分が経過いたしました。 トップは阿部選手、オレンジのマシン、2番手堀田浩平選手、シルバーマシン、3番手加茂選手、蛍光イエロー、4番手堀田浩二選手、青白マシン。トップは阿部選手、オレンジのマシン。快調に走行が進める。これで7周年入ってきた。レースの方は残り30秒です。残り30秒。ああ、先ほど、トップは阿部選手の グラフに参考でした。あの、ちなみに、どこまで迫るか。さあ、残すところ、まもなく15秒というところ。現在トップ阿部選手、2番手、堀田浩平選手、3番手、加茂選手、4番手、堀田浩二選手。トップはオレンジのマシン。残り10秒残る。あ、これで残り1周や、ラストラップとなるか。タイムアップ。ここで2分経過。もう1周、さあ、加茂選手、もう1周。 レッドポジションです。ドライバー動かないでくださいね。ドライバー動かないでください。はい、でしょ、これです。これ、阿部選手、9ラップに4秒52。さあ、では続きまして、第3位、伊藤真希がいます。はい、1番、はい、続いて、松浦選手。では参りたいと思います。 GP6 クラス第1ラウンド第3組のスタートとなります。見てまいりましょう。さあ、これで GP6 クラスも最初組。スタート3秒前、1番スタート、2番スタート、3番スタート、4番スタート。さあ、4台各社レースいたします。スタートいたしました。見てまいりましょう。 赤木選手、白、青、黄色のスバルにこれ、インプレッションかな。さあ、インプレッサーの赤木選手が現在トップ。続いて2番手、青木選手。さあ、2番手は神谷選手。神谷選手は白ピンクのトヨタジアスを取りました。3番手、今村選手、4番手、松浦選手。 トップは赤井選手、白、青、黄色のスバルプレーサー。続いて2番手、神谷選手が白、ピンクのトヨタジアス。3番手に、今村選手は白いGTRとか、そして4番手に、ゆかりだとか、松浦、今村で4秒だ。松浦選手が大きな型の NSX か。 さあ、残り40秒です。半分が経過しております。2分間周回です。トップ赤木、2番手神谷、3番手松浦、4番手今村。さあ、ここの松浦、今村の初参加はどうなっている。さあ、残り30秒です。残り30秒。さあ、残り20秒です。残り20秒。トップは赤井選手。さあ、2位との距離で3秒以上離している。 2番手神谷、3番手松浦、4番手今村。残り時間は、さあ、残り10秒残る。さあ、一着の仕方が、さあ、落ち着いておいてくださいね。はい、直してくれ。さあ、残り10秒残る。さあ、一着の仕方が、さあ、落ち着いておいてくださいね。はい、直してくれ。
残り60秒。
손이 반주로 물건의 조류 다이아트 1번, 고유 2번, 고유 3번, 고유 사랑됐어 はい、ではではぼちぼち定刻となりますのでご準備の方お願いいたします、予選2回目、組み上げ変わっておりますので第1組、ノビスクラス予選第2ラウンド第1組の方赤木選手、神谷選手、馬村選手ご準備してお待ちください。協商株式会社協賛地元チャレンジ第3弾ザグレーメントパート3ノービスプラス予選第2ラウンド第1組スタートいたします。さあ、まもなくスタートです。落ち着いてまいりましょう。スタート3秒前、1番スタート、2番スタート、3番スタート。さあ、スタッカー方式によるスタート。まずは緊張のオープニングラップ。2番、2番、3番。さあ、3試合1周目経過しまして、トップは初参加、今村選手ですか。1周目一番速かったのは今村選手。さあ、これで2周消化して3周目入っています。さあ、トップからず。さあ、白いマシンがトップ今村選手、2番手赤いマシン神谷選手、3番手青いマシンが赤井選手。さあ、レースの方は序盤の1分が間もなく経過しようというところ、残り1分10秒ですね。さあ、トップは白いマシン、本日ミスレース初参加の今村選手、2番手、さあ、これで2番手は神谷選手、3番手赤井選手のレースだ。レースは1分切りまして、残り55秒。ノービスクラス予選第2ラウンド第1組。さあ、序盤から、さあ、緊迫したレースになっている。さあ、トップ入れたぞ、トップは神谷。赤いマシンです。バッチリチャレンジャーの神谷選手が現在トップ候補。2番手、今村選手の距離は 0.06 差、ほぼ同ペース。そして、3番手赤井選手も 0.3 秒後方ですので、この3台、ほぼ3台ともが 0.3 秒の間で周回を重ねている。さあ、レースは残り20秒です。残り20秒。さあ、なんと1位から3位まで 0.2 秒だ。さあ、これワンミスで入れ替わりますよ。さあ、今のトップは神谷選手、赤いマシンです。いや、トップ変わった。さあ、赤いがトップになった。さあ、青いマシン、青赤のマシンがトップ、赤い選手、2番手神谷選手、今村選手3番手。さあ、まだまだ、もう一周、もう一周。さあ、2分経過。もう一周。さあ、今村選手ゴール。惜しくも届かず、ちょっとギリしちゃったか。さあ、ゴールです。1番、ゴール、レッド補充。はい、でしょ、これトップ、赤木選手、10ラス2分12秒でに。さあ、お疲れ様でした。では、第2組の方ご準備してください。お待ちください。一度、さあ、続きまして、ノービスクラス予選第2ラウンド第2組スタートいたします。さあ、このヒートも3台走行。さあ、間もなくスタート。スタート3秒前、1番スタート、2番スタート、3番スタート。さあ、スタッカー方式による予選レース。予選第2ラウンドがスタートしています。さあ、
부와 마술안에 이방께 없다고 해서 한바퀴 시작입니다. 자, 요만 산지의 구역을 대입할 때 가자. 자, 부와 마술안에 몸이 맞다가 바로 지도의 바로 별을 네, 도시에 이방께가 최고의 구역을 없다고 해서 3번째는 고시령어 아스판카 무술도도에 갈구스파라는 시간이 있습니다. さあ、レースは残り半分の1分です。さあ、2分間周回レース1分が経過いたしました。トップは松浦選手、白いマシン。2番手、堀田選手、オレンジ色のマシン。3番手、白石選手、水色のマシン。さあ、各社3秒の離れ具合です。あ、ちょっと惜しかったか?さあ、これで、 残すところ15秒でのゴールタイムは白いマスラーです。残り15秒。ターレスの方は残り10秒です。さあ、ラストは9となると思いっしゅ入れば2秒のところで相手か。タイムアップ。さあ、ここで2分経過。ゴールのところ受けるのは1秒だ。2番、1番ゴールですね。トップ中です。トップ中のドライバーまた動かないですね。回転車ゴールです。ここはツーラ選手2秒6秒1秒7で はい、50秒の方いらっしゃいますか?では、はい、はい、と思います。ノーミスクラスの予選第2ラウンド、第3組、日本タイムです。スタートです。さあ、ここは1回目の上位ですか?スタート、3秒前。1番スタート。2番スタート。3番スタート。4番スタート。さあ、スタートいたしました。 この組は、予選第1ラウンドの上位4台が登場しています。さあ、トップ4台が出ておりまして、トップ太田選手ですね。さあ、ラボのポルシェクリキティ、黒赤波、そして2番手は、ここは、さあ、2番手は3番手、4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 
序盤の1分がまあまあ経過しようというところ、トップは太田選手、グローバーさんも大きく続いていし、2番手、問題エフェクター阿部選手が後方 0.17、後方同じペースで1位に失敗を重ねる、3番手は吉井宏マシン、4番手、堀田青城マシン。さあ、残り1分見まして、残り45秒です、残り45秒。トップ、さあ、入れ替わりがあったか。さあ、阿部豪が入れ替わりがあった、阿部が前。しかし、2位、太田選手の差は 0.1 秒から。トップ、変わって阿部、紺色の方面で出発。やはり、現行車両としては、93の911に負けてられたので。さあ、残り時間20秒。しかし、その差、ちょっと広がったら 0.5 秒だ。3番地に堀田、4番地に吉井、さあ、ここも 0.6 秒だ。残すところ12秒。さあ、残り10秒のところでしょうか。さあ、残り10秒。さあ、もう一周あるかどうか微妙なところで、本当ライン通過していく。さあ、トップループもう一回入った。さあ、トップは阿部。さあ、右からに前の距離を詰めていく。もう一周、もう一周。堀田選手、もう一周。4番ゴール。1番、2番ゴール。レース走行中、ドライバー動かないでくださいね。レース走行中です。ドライバーの方動かないでください。はい、ではこれです。ほら、阿部選手10ラップ2分7秒98。さあ、これで、ノービスクラス、挑戦の最終組となります。さあ、プロットのモデルは大丈夫ですか？何名さんですか？一発テープの方も大丈夫ですね。はい、コースマスターありがとうございます。それでは参ります。ノンフィスプラス
予選第2ラウンド第4組スタートです。さあ、続いてまいりましょう。予選4組が最終組、まもなくスタートです。スタート3秒前。1番スタート、2番スタート、3番スタート。さあ、3回スタートいたしました。あ、ちょっと姿が。さあ、トップはウキヤ選手、ブルーメダリストマシン、アウト、あるいは2番手、FC3S、小川の松田、アレンジカテルの帰られる、マンガ選手、3番、入れたり当たった、3番でしょうかね、1番でしょう、赤い松田、ロボさん、最初は黒川さん、さあ、トップはウキヤ選手、ブルーメダリストマシン。2番手、玉岡選手、3番手、玉選手。レースは、まもなく折り返し地点となります。2分間周回です。さあ、トップ、ブルーメタリックマシンが浮谷選手。2番手、玉岡選手、3番手、玉選手。さあ、残り1分切りました。残り50秒です。残り50秒。さあ、残り40秒、残り40秒。トップはブルーメダリストマシン、浮谷選手。2番手、玉岡選手の記録は 3.1 秒で終わった。さあ、2番手、玉岡選手ですね。2.5 秒。さあ、そして3番手、玉岡選手は 0.6 秒だ。さあ、玉岡加納の松田新旧対決だ。ロードスター VS アレックス。レースの方は残り15秒です。さあ、2番手争いが激しいか。玉岡加納の松田同士のバトル。はい、1秒差でどうですか。0.9 秒差。いや、0.4 秒差。さあ、残り、まもなく2分経過。残り2秒、9秒。もう1周。さあ、トップ、浮谷選手、もう1周。玉岡選手、ゴール。玉岡選手、ゴール。レース突破中。ドライバーから動かないでくださいね。さあ、浮谷選手が、いろいろな強豪で、はい、テンションゴールでーす。ノビスクラス。第2ラウンドに入って終了となります。タブで終止点が出ます。 GP6 クラス予選第2ラウンドまでインターバル3分間で少々待ってください。さあ、では、インターバルの後 GP6 クラス予選第2ラウンドへ参りたいと思います。第1組は松江選手、阿部選手、水越選手、片山選手です。さあ、ご準備の方がよろしいですか。さあ、では行きましょうか。続きまして、上昇株式会社、京さん、地元チャレンジ第3回のダブルエッセンスマッチ GP6 クラス予選第2ラウンドへ参りたいと思います。こちら第1組スタートです。スタートの方式によるスタート、まもなくスタートです。スタート3秒前。1番スタート、2番スタート、3番スタート、4番スタート。さあ、スタートしました。問題、綺麗なスタートになりました。まずは注目のオープンクラップ。4台に揃いまして、1周目のオープンは松江選手。ワンバッテリーレースなのに連勝までつけているボルクスワーゲンビートの松江選手がトップ。2番手、お、入れ替わりがあったか。さあ、水越選手はこれで前に出たか。さあ、塩系、いや、ミスがあった。さあ、これで名前呼ばれたら赤タイプ。さあ、これで再びトップは松江選手。2番手にこれで阿部選手だ。オレンジ色の本題の説。さあ、こだわりの NSX ドライビングスが阿部選手に2番手と。3番手に片山選手。4番手に水越選手。片山選手は、シルバーの GTR、 もう見慣れへん、もう聞こえますね。さあ、トップは電子色がついているフォルクスワーゲンビートルの松江選手だ。2番手代わって片山選手、シルバーのマシンが2番手、3番手にオレンジ阿部、4番手白を結構入れる。さあ、4番3番入れ方、水越3番4番阿部。残り時間は30秒です。残り時間30秒。
あ、僕の赤い選手が体調に障害を重ねるアルファコンパクトバッテリーで練習予選に会見所まで走るんですが、電飾までつけて突走、残りはまもなく10秒。あ、おそらく前半だったなんでしょう。どうぞ増瀬選手、さあ水越選手が2番手に合わせるぞ。2番手水越、3番手阿部、4番手片山。あ、もしもし、あ、学生ファイナルダウンとなるか。まずは外出がリーダー増瀬選手ゴール、阿部選手ゴール、水越選手ゴール、前走途中回転者ゴールで、これは増瀬選手急落2分5秒21。マスさんですね。さあ、よろしいですか。あ、そうします。大丈夫ですね。それでは毎回送ります。GP6 クラス予選第2ラウンド第2組、日本勝ちをスタートいたします。スタート、3秒前。1番スタート。2番スタート。3番スタート。4番スタート。さあ、お疲れ様でした。 GPC クラス予選第2ラウンド第2組、まずは注目のポーティングアップ、4回と東京マスターズ戦で1周目トップ赤木、2番手浮世、3番手神谷、4番手穂田剛平。そのさ、ちょっとクラッシュが出ておりますが、あ、このレース、クラッシュは非常にダメージが大きい。おっと、さあ、トップ赤木、ちょっと叫び声が聞こえましたが、入れ替えがあるところで、さあ、浮谷がトップだった。さあ、ブルーメタリックのマシン、浮谷選手、2番手にこれで神谷選手、あ、2番手神谷選手、3番手、入れ替えがあるのか、さあ、残り1分です、残り1分。さあ、2番手入れ替えですね、浮谷、赤木、堀田晃平、いや、浮谷、神谷、赤木、堀田晃平の順。ああ、トップ浮谷選手がブルーメタリックのトヨタ DR スーパー、2番手神谷選手も同じく強いですね。レーシングホワイトにピンクのワコールがあるんですね。そうそう、こちらの方がワコールの方が2番手走行は神谷選手、2番手リファイラーだった。インプレッサー赤木が再び2番手帰ってきた。ピンクのところが 0.5 秒から、太田光平選手もまだまだ前との差 0.5 秒、レースの方は残り15秒です。トップ浮谷は2番手、赤木3番手、神谷4番手、太田。残り10秒。さあ、残り10秒のコール、トップ浮谷選手ファイナルアップとなると面白いか。さあ、ここで2分経過、もしもし、さあ、各所もし、電車ファイナルアップ、ああ、もったいない。さあ、最終ラップでクラッシュ音が響いた。ちょっとやりまくる、もったいない。さあ、浮谷選手ゴール、浮谷選手ゴール、赤木選手ゴール、神谷選手ゴール、岡田選手、電車ゴールで、浮谷選手急落、7秒98。さあ、では続きまして第3組、和田アウトの演奏です。お願いいたします。ノービスと GP6 ビールは5秒前となりますね。では参りたいと思います。 GP6 クラス予選第2ラウンド第3組、日本橋を迎えです。スタートいたします。落ち着いて参りましょう。まもなくスタート、スタート3秒前。1番スタート、2番スタート、3番スタート、4番スタート。さあ、スタートいたしました。4回さあ、まずはオープニングラップ、トップは堀田浩二選手、2番手今村選手、3番手松浦選手、4番手佐野選手です。さあ、トップラッシュが響いた。さあ、これでトップは堀田浩二選手、白青マシンガン現在トップ、2番手今村選手は白いマシンですね、3番手松浦選手が
ここで2分経過、ゴールのコールを受けます。
1番、太田選手ボール。はい、まさかのボールです。ボールは太田選手10ランクに4秒23。はい、では続きまして、第2次のタイトルの選手、ちょっと聞きますね。さあ、続いてきまして、トップクラス。そして、本日は予選で最終レースですね。はい、それでは、それでは、スタートです。 残り60秒。 残り30秒。 残り10秒。 以上にて、予選レースが終了いたしました。ノービスと GB6 は総合順位出てますので、決勝組み分けまで少々お待ちくださいね。とはいえ、ノービスが上から7台とその下6台、GB6 は6台で決勝分けとなりますので、総合順位見ていただけましたら分かるかと思います。